ロシア美術館国立ロシア美術館は、ロシア、サンクトペテルブルクにある美術館。旧名は、アレクサンドル三世皇帝記念ロシア美術館。ロシアの美術館中、最大のコレクションを持つ。また、ロシア美術館本館に使用されている、ミハイロフスキー宮殿は、19世紀初頭における、ロシア新古典主義建築の傑作である。ロシア美術館は、 1895年4月13日に、ロシア皇帝ニコライ2世によって、父ミカド・アレクサンドル3世を記念してロシア最初の国立美術館として開館した。ロシア美術館の最初のコレクションは、エルミタージュ美術館及びアレクサンドロフスキー宮殿、ロシア帝国美術アカデミーの収蔵品から移動させられた。1917年のロシア革命後、多くの個人像のコレクションが、 国有財産となり、ロシア美術館の収蔵品となった。この中には、カジミール・マレービチの黒の正方形なども含まれる。世界遺産サンクト・ペテルブルク歴史地区と関連建造物群の構成の一つである。ロシア美術館の本館である、ミハイロフスキー宮殿は、パーベル一世が第四王子、ミハイル大公のために建設を計画した宮殿である。設計は、 イタリア人建築家カリオロッシによって行われた。ロッシは宮殿の設計にあたって再びにわたり自ら吟味した。内装に関しては時代の変遷によって大きくアレンジを施されたが、18本のコリント式列中により華麗なアンピール様式を持つメインエントランスホールは当時のままである。ミハイル大公の時代にはサンクトペテルブルクにおける 宮廷文化の中心地の一角を占めていて、対抗公共後も、家負となったエレーナ大公費主催の文芸、音楽サロンが開かれ、これが契機となり、ロシア音楽友の会の発足を見る。ロシア音楽友の会は、ロシアにおける最初の音楽学校と評価されている。大公費が公居した後は、帝国政府に売却された。ロシア皇帝アレクサンドル3世は、 かねてより新たな美術館建設の構想を持っていたが、1894年に、崩御し、皇太子ニコライ・アレクサンドロビッチ大公が即位し、ニコライ二世となった。1895年4月13日ニコライ二世は、ミハイロフスキー宮殿をして新たな、ロシア造形芸術美術館とし、古剪定に奉ずる直令を発布した。ミハイロフスキー宮殿を、 美術館に改修したのは建築家のウラジーミル・スビニーインである。1898年3月7日、ミハイロフスキー宮殿の改修が終了し、美術館として再出発した。ロシア美術館所蔵の15世紀の遺コノブゴロドの聖ゲオルギーロシア美術館は、世界有数の美術品コレクションを収蔵する美術館の一つである。美術館は、彫刻、小美術品、 絵画、イコン、デッサンなどのコレクションを収納している。所蔵品は約37万点を数え、年々増大している。本館であるミハイロフスキー宮殿のほか、別館としてストロガノフ宮殿、ダイリーシミヤドのミハイロフスキー場がある。ありがとうございます。